ただいまなんちゃって。ちょっと。あれ？何ここ。お客さん？すごい珍しいかも。あなたは？それにここって？私は…あれ？名前忘れちゃったかも。ずっと名乗ってなかったから。ここは私のティールーム。あなたたちは？お茶飲みに来たの？ああ、いや、なんでここにいるのかもわかんないんだけど。俺はラン、こっちは姉ちゃんの。レーンです。ナインウッズヒルから来たんですが。ナインウッズヒルのラーンとレーン知ってる。そういえばここに来るって夢を見てた気がする。今日だったんだ。じゃあ何しに来たのかも知ってるかも。すぐに始める？あ、何を？なんで俺らがここに来たのか俺らが知らないのに知ってるの？うん、ミラージュ使いのミラージュ集め。知り合った人たちの魂に触れ、過去と現在と未来、それらのミラージュが関わる大事な戦いや悩みを代わりに受け、その結果に力を貸す。違った？そうなんですか？マジで？てか意味不明だ。姉ちゃんはわかるの？うん、ダメ、全然わからない。じゃあ誰の魂に触れる？おはよう。どうする？このアルマジェムって何ですか？ん？アルマジェム持ってるの？何に使うかわからないけど、いくつか見つけてるよ。それはここで必要なもの。いろいろなことの対価として使える。対価？そう、知り合いの魂に触れて時に干渉するには本来対価を払わないとならない。そのアルマジェムはそれに見合う対価となる。じゃあいっぱい集めればここでいろんなことができるんだ。うん、そう。うまくはぐらかされてる気がするけど、結局これって一体何なんだろう。全てを知る必要ってないよ。え？知らない方がいいことも世の中にはいっぱいある。はい。私、お昼寝していい？どうする？どのセイバーを解放する？このセイバーの解放ってなんだ？あなたたちが出会ったアプリカントたちを戦闘中強制的に呼び出す技を解放すること。何それ、マジで？マジで。
と言っても一時的にセイバーの力を借りるだけだから、彼らはドカンと出てきてさっと帰る感じ。ドカン、さ、ですか。うん、それでもセイバーの力で助けてくれるならすごい助かりそうだね。おお、これでミラージュ集めも超楽じゃね。でもいくつか制限がある。まずはセイバーとしての資質の差。セイバーとして真に覚醒できる人じゃないと呼べない。それと覚醒に段階がある人もいるし、人によって能力はまちまち。覚醒にはアルマジェムがいるし、誰を解放してどんな時に呼べばいいかは自分で試しながら考えて。おう。それに解放しても呼び出すことは摂理を曲げるような事象だから、ここにも対価が必要。アルマジェム以外の対価ですか？アルマジェムは彼らの解放にここで必要。呼ぶには普段からの別の積み重ねが必要。わかりやすいようにゲージにしてあげる。セイバーポイントがたまったら呼べる感じ。お、一気にわかりやすくなったな。で、そのポイントってどうやったらたまるんだ？魂の削り合い。え？簡単に言うと、自分が傷ついたりミラージュとかをやっつけるとたまる。まあそれって戦ってれば自然にたまるってことだな。そうなる。深く考えません。あ、そうだ、グリモワルにも多くのセイバーがいるけど、ラーンとレーンが冒険中に呼び出せるのは3人だけ。だから状況に合わせて誰を呼べるようにしておくか考えて。え、なんで？呼び出すのに道をつなげる準備がいるの。だから一度に呼べるのはそれくらい。あなたたちの魂を扉にしていいならもっと増やしてみるけど。なんかどう考えても穏やかな話じゃないのでご遠慮します。お茶飲む？どうする？どの魂に触れる？光の戦士の伝説か。子供に聞かせるおとぎ話だとばかり思ってたんだがな。しかしまさか自分がと思う反面、幾度となくこの自分に出会ってる気すら。いろんなことが重なったせいで少し疲れているのかもしれんな。残念だったな。姫は町の民と過ごすのが好きでね、あまりここにはいらっしゃらない。
急に俺らが戦闘になっちまったぞ。ここでは彼らの運命に関わるかもしれない大切な戦いの苦をあなたたちが代わりに受けるの。陰ながら彼らを助けるってこと？そう思ってくれて構わない。ほら来るよ。私が払おう。姫がいらっしゃらないでよかった。もう二度とさらわれてほしくはないからな。ん？二度と？いや、姫が以前さらわれたことなど、それに今のバハムート兵との戦い、まるで天から誰かが助けてくれたようだったが、どうやら私は本当に疲れているようだ。何今の？でも今のって本人からしたらどうなってるの？時にすら干渉する無限の力、ランとレーンはここ夢とうつつと時の狭間から起こったこと、起こってること、起こることにちょっとした干渉をしたの。魂の持ち手にはあなたたちの姿すら見えていない。でもあなたたちが行ったことは結果としてその事柄に干渉する。だからここからある戦いに参加してランとレーンが勝てば、その結果は魂の持ち手の戦いの結果にも反映される。なんかわかんねえけどすげえ。じゃあこっからいろんな奴らを助けて、その上ガーデンジェムも手に入っちゃうわけ？マジで至れり尽くせりじゃん。そうだね。でもこれってちょっとすごすぎる。やろうと思えばその逆もできるってことよね。その人の運命を左右する部屋。この子エナクロと同じ神様みたいなものなのかな。
レーンの考える神とは違うかな。でも悪用する気ならちょっと天罰落ちちゃうかも。天罰？私は彼、彼女と因果を結んだから、ここにたどり着いたラーンとレーンにもちょっとだけ夢と時の力を使う権利があるっぽいの。悪用しないように気をつけます。はい。おはよう。どうする？どの魂に触れる？じゃあね。ノリノリアビリティを覚えたミラージュをメンバーに入れておけば、いつでもノリノリできるのです。ちょっと早く移動できたり、ちょっと特殊な場所に行けたり、ちょっと何かを見つけたりなんてことがちょっともなかったり、雰囲気だけの場合もあるのですが、気楽にノリノリして楽しむのが良いのです。
ガーデンジェムの交換ですか？Thank you.